タリアンだと素晴らしいっていう、まあ、あの先生方やその頃の評判で新作を買ったんですが、新作だからというよりもやっぱりイタリア、多分それは単にあのそれこそストラドとかそういうオールドのあの頃の楽器がいいからイタリアはいいんだみたいな、まあ、それは続いてないんですよ実際。だそういうことで私もイタリアの楽器はいいんだみたいな一括りになってたわけですよね。で、まあ、ただ中学1年だったのでその頃は私が判断できるわけでもないし、多分にそれは先生の影響があると思うんですね。先生がイタリアの楽器はいいと、ドイツの楽器はこもってならない、フランスの楽器はなんかこもってるみたいな、ね、でそれはもうだから多分先生がそういうふうに言ってたのを多分自分がただそれで、それの影響でやっぱりあの生徒の中でもその先生の生徒の中でもそういうような情報が入ってて、みんな珍しがって、ああイタリアの楽器ってのはいいんだみたいな、ね、ことはありましたね。ただ私はでも実際に自分が弾いてみて音はキンキンで、あの深みはない、先生と一緒に行って思想をして、はい、まあ、はっきり言ってそのイタリアのっていうことで実際弾いて、まあ多分それでコンペアっていうかの比較した時にも自分もそれが一番いいとはその中ではですけど、ね、だけどやっぱり客観的にいろんな要素、まあ、音量とか音色とかそういうふうなあのふうにあの分析したらそれはとてもいいとは言えない楽器だったと。ただ私はあのそれを24年ぐらい、あ、そうなんです、そんなに弾き続けて、まあ、要はその時の楽器賞の方が弾き込めば変わると、はい、もしくは時間が経つと変わるって言われたのをまあ信じてやってたんですね。でその進行みたいなあれですけど、だけど実際私も変わるんだろうなと、まあ、1年ぐらいもう弾いててこれは全然ダメだと、子供心不満を感じだしたの3ヶ月ぐらいに、うん、音は鳴らない、キンキンするんですよね耳元で、これは違うだろうと。でそれから私は結局バイオリンやらなくなっちゃったんですけど、まあ嫌になっちゃったんでしょうね音は。まあそもそもイタリアの新作、イタリアの楽器をもう我が家で買っちゃったと、で制作証明書もついてるのを、まあもう家族中での一大事件ですよね。いや大げさではなくて、ですから後でその楽器が大したことがないっていうのがその客観的な意味で分かったことを父親に言ったら、父親に申しましたら父親は激怒してましたけどね。なんて申しますか、そのやっぱり先生、同じイタリアだから先生の楽器のような音が出るんじゃないかという、そういう目で見た時にはやっぱりちょっとどうなのかなって。それだとしたらまだ4分の3の時の、まあ、ドイツの量産の100年ぐらい前の量産の方がいいっていうのはすごいなんかあの当時の私にはなんか解けないなんか謎みたいなのがありますよね。でその時に借りたバイオリンが大して価格的には変わらないはずなのに非常に良かったんですよね。イタリアの新作なのにそれほど良くもないと、ただそれをやっぱり認めたくないっていうのもありましたし、やっぱりそんなに安いものでは